はい、おはようございます。笹原でございます。朝から研修ビデオを聞きながら見ながら長ら族で すいません、長ら族でチャイティンさんのね、サイズ、という概念について分かったような気がしたんで、取り急ぎコードにまとめました。要するにS 式をですね、テキストとして表示したときにどれだけの文字数になるかということをなんだろうと思います。チャイティンさんのね、この本にね、なんか突如410っていう数字が出てくるんで、この人しかし頭いいけど説明がさっぱりだよねっていうと悪いかな。突如410なんて数字が出てくるんだけど、何よそれはとか。でコード例を見るとね、なんだっけな、出力が410桁になるのかな。ごめんなさい、適当に言ってます、ちょっと正確にないですけど、要は言わんとすることは、その出力される結果のと、それからそれを生み出すプログラムのコードサイズ、コードサイズっていうのを、そのつまりテキストに見た場合の文字数と見てんじゃないかと思うんですよね。でだから自分よりも大きな桁数を生み出すものには価値がエレガントって見てんのかな。いや、それおかしいよね。そんなおかしいよね。だって会場の計算なんていうのも明らかに小さい数の場合には、1桁か2桁じゃないですか。だけど、会場の計算コードそのものはそれらずっと桁数が多くて、でも、コードとしては意味を持ってますもんね。で、引数が大きくなってくるとね、確かに100の階乗とかな、とんでもない桁数になって、その生み出したファクトリアルコードをはるかにオーバーする字面の数なんですけども、あれ違うのかな分かってない気がしたんだけど、自分よりも大きな何かを生み出すのであればっていう意味があるというか、なんかエレガントとかってあたり結びつくのかなと思ったんだけど違うかもしれない。まあそういうわけで、とりあえず、急ぎ書いたのはこのサイズなんですけども、まあせっかく書いたのでこっちがあったかもしれないんだけど、テストのチャイティンのとこに入れてあります。いかなきゃでよっ。で、これを、サイズの、例えば、プラス2たす3ってやると、7文字、合ってる？カッコの1、2、3、4、5、6、7ですね。こういうふうに、デファンの、な風、まあ、全然意味ないですよ。こんなコードがあったとして、違ってる、23文字になりますよと、こんな風なことを思いついたんだけども違うのかな。まあそんなことを思いながら、やっております。こんなことをですね、さっきもちょっとつがない、うっくが先は雑談なんですけど、中田先生のねお話聞いててね、まあいいもなんで研修なので聞くんですけどね、同じ税法の世界だけども、あの方たちが関わってるのって、東京国税局の扱う案件みたいになってくると国際課税みたいなのが多いんですよね。もう超がつくお金持ちの人がもう何億円というお金をデリバティブ取引だとかそういったに運用して、金融資産なんかに運用して、まあ莫大な利益が出てくるわけですけども、でそれをその税金かかんの嫌だからって国外に持ってったり、国外に住所を移したりとか、いやそれを課税するのがいいのかどうなのかみたいな話になってくるんですけども、普段ね私みたいな田舎の税理士なんてそういうのにほぼ縁がないわけでしてね、
で、それと、まあ、私、そういったのじゃなくて、どうしてもやりたいのはね、演じない人がね、脱サラしてね、起業しようっていう人をね、ぜひお手伝いしたいと思ってるんですよ。こんなすごいソフトウェアを作って世の中に広めたいとか、ビジネスにしたいとか、で、時期のことを教えてよとか、情のことを教えてよとか、そういった若い起業家の方のね、お手伝いをしたいなと思ってるんです。自分自身はまあソフトエンジニアにはなれなかったし、ならなかったし、まあそれはそれでいいと思うんですけども、こういった素晴らしいそのコンピューターとかコンピューターソフトウェアというものを未だに見せられてますんですけどもね、そういったものを世に問うたい、ビジネスにしたいみたいな人のね、お手伝いをしたいなと思ってますね。だから、まあ、デリバーとかそんなの全然関係ないんで、一応勉強しなきゃいけないんですけどね。まあ、性に合わないことやってもしょうがないんでね、自分の、思ってるようにやった方がいいななんて思ってるところですけど、すいません。中田先生、大変申し訳ございません。ちゃんと聞きますんで。はい、じゃあまたお会いいたしましょう。